今日は、小学生の時からうちに練習に来ているリミちゃん、リミティって呼んでるんですけど、高校生になりました。高校3年生、ということで今日は女子高生をレッスンしてみたいと思います。リミティ、調子どう？調子良くないです。良くない？はい。そうか、じゃあちょっとスイング見てみましょう。はい、お願いします。何番それ？7番です。7番、OK、いいよ。まっすぐは飛んでるけど、ちょっと当たり薄いね。あれ、ちょっと待てよ。もう一回打って。これはちょっと。これね、ちょっとダフるよね、たまに。はい、ダフります。これね、すごくね、細かいとこなんだけど、構えてバックスイングして、バックスイングして下ろすときに、この時にね、これ右足がさ、右足がちょっとこう浮くのよ、これ。これだとね、ダフるのよ。で、だけど、こうやってるからダフるはずなんだけど、なんかわかんないけど、この右の腰、あ、左の腰をこっちにスライドさせて、うまく帳尻合わせてるんだよね。これだとね、ちょっとね、当たるけど、ダフったり、当たり薄くなったりするから、今の動きを、ね、反対にしたいの。バックスイング上げて、下ろしてきたら、右足のつま先、親指をぐっと踏み込んで、そう、膝が入ってていいから。その代わり、腰はあんまりあっちに出ないように、そう、引くように、そう。足こう、足をね、こう使う代わりに腰は出さないで、後ろに引く感じ。そうするとね、ハンドバーサーが上がってくる。今までよりも上げて、右足しっかり掴むんだけど腰は引く。そう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 、こんな感じ。この2つちょっと注意して打ってみて。もうちょい、むしろダフったね。今まだね、右の足がね、浮いちゃってるから、体重がね、しっかり乗ってないんだよね、左に。そう、蹴りながら腰を切る。そう、その動き。そうそう、その感じ。今結構ちゃんと当たったよね。
ちょっとハンドファーストに当たってきてるから、その調子でその2つをセットで考える。左腰は引いて、右の親指はしっかり地面を蹴っていく。OK、 いいでしょう。その感じね、ほとんどね、あの見た目変わんないけど、あのインパクト変わってるから、あとはこと横から取ってどうか。ああ、ちょっと上げ方癖あるんだね。そんな癖強かったかな。なるほど。構えて。これ今流行りっちゃ流行りなんだけどね。こういう上げ方してるんだよ。右で上げて。で、ダウンスイングでちょっとこう絞りながらも打ってるから、まあ、流行りって言えば流行りなんだけど、ちょっとやりすぎ。あのね、こうやって肘開けながらシャフトすごい立てて上げて、こう少しこう見せながら下ろしてるから。ちょっとね、そういうシーン流行ったんだけど、ちょっとやりすぎたから、原因はね、ちょっとカメラの方向け。構えたもんね、この腰がね、ちょっとそっちに出てるんだよ。だもうちょっとね、これこっち通そう。で、その分、手のハンドファースト。そう。このちょっとだけなんだけど、これをするとね、だんだんその癖がね、治っていくから、それちょっと意識して。2センチぐらいちょっと腰を飛球線側にスライドさせて、手も少し前に出して構える。そう、その感じ。これはね、すぐ治んないけど、1週間ぐらいその意識で練習してると、なんか気づいたら治ってるから。ちょっとスライドさせて、そう、 OK、 いいでしょう。ちょっとドライバー打ってみようかね。おお、いい球。これはね、すぐには治んないけどね、だんだん治っていくからね。これもしっかり腰を左にバンプさせて、手をハンドファーストに構える。そう、おー、いいでしょう。ナイス。最後前からね、まず構えて、まず腰を少し左にバンプさせる。そう。で、手もちょっとそう出して、あとは、ダウンスイングで右足の、親指が浮かないようにしながら、蹴りながら、左腰をしっかり出さないように後ろに回していく。まだちょっと足が浮くね。もう少し我慢して。もう少し蹴る。OK、 いいでしょう。その感じ。ということで、女子高生リミティのレッスンをこの辺で終わりたいと思います。ベストスコアいくつだっけ。トップ0です。おー、いいね。じゃあ次はアンダー。はい、お願いします。OK、 頑張ってね。ありがとうございました。はい、それではまた。